みなさんこんにちは、ライジンアンバサダーのくるみです。柏木です。今回はライジンマッチメーカーのチャーリー柏木さんと一緒に2021年下半期に開催された6つの大会について振り返っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごいですね、今見たら下半期6個も大会してたんですね。本当ですね。9、10、10月2大会、はい、11月も2大会、スタッフさんたち大変でしたね。そうです、もう日に日にこうみんなやつれていく感じですこんなに大会やったの初めてですか？はい、そうだと思います。わー、沖縄大会もあって結構初めてのことが多かったですよね。そうですね、本当にいろんなものにチャレンジした1年だったんじゃないかなと思いますね。ケージのね、はい、大会もありましたもんね。ケージやりましたね。前回あの上半期のベストバウトをやったと思うんですけど、はい、今回はそれの下半期バージョンをやろうと思います。はい、ここで各大会の来場者アンケートの回答データの中から印象に残った試合のアンケート回答トップ5をそれぞれ見ていきたいと思います。まずライジン30からいきますか。はい、井上選手と健太郎選手の試合が1位ですね。で、庄司選手、鈴木選手、元谷選手、滝沢選手、どうですか柏木さん、この中で何か印象に残った？そうですね、やっぱりこれ見るとあのグランプリの試合が皆様印象あったのかなっていうあのイメージですね。はい、であとはそこのあれですね、庄司選手と鈴木選手、うん、またこう男同士のこう、うん、分かりやすい試合を有言実行でお互いやって、はい、あの衝撃の結末が衝撃でしたよね。そうですね、はい、次、ランドマークですね。これはもう全試合入ってますね。朝倉選手、萩原選手、今成選手、春日井寛平選手、鈴木選手、岡田選手、渡辺選手、内藤選手です。はい、ランドマークすごかったですね。そうですね、不思議な空気感というか、すごいなんか世界観が特別な感じでしたね。そうですね、あの面白い試みで、うん、このコンセプトは多分いろんなところにもこれから使えるんじゃないかなっていうふうにこう将来が楽しみになるというか、今後が楽しみになるような企画が始まったなっていう印象を強く受けました。うん、ランドマークの試合はどうでしたか、柏木さん、どれがお気に入りですか？いや、もうやっぱり朝倉未来選手と萩原選手の、うん、まあ、あの2人って戦うたびにこう空気がピリつくというか、あ、確かに、会場にいてもああいう雰囲気を醸し出せる選手同士が戦ったので、やっぱりあの緊張感がすごかったですよね。緊張感ありましたね。私も解説だったんですけど、なんかドキドキしましたそうですね。そしてライジン30は、1位が斉藤選手と牛久選手、これも衝撃でしたね。ですね。で、伊藤選手、橋本選手、阿部選手、明選手、まあ本当にこれは私も斉藤選手、牛久選手の衝撃が忘れられなかったですね。そうですね、本当に何があるかわからない怖さっていう、その総合格闘技における部分はすごくこう出たんじゃないかなっていう。ライジン31は全体的に見て非常に好勝負が多かったかな。あ、そうですね、はい、あのこういうふうにこうアンケート結果見て思うんですけど、やっぱり自分としてやっぱり大島選手対朝倉環奈選手すごく衝撃的で、あ、すごいものを見たとか、やっぱりあの津田梨央選手、千秋選手、ヘビー級の試合だったりとかも すごく印象に残ってますね。いい大会でした。そしてライジン32、これが1位が玲奈選手と山本選手、津波選手、前田選手、六角ダリ選手、メイノア選手、はい、沖縄アリーナすごくなんか良かったなって思いました。いい会場でしたね、はい、すごいいい会場でした。良かったです。あとやっぱりお客さんがすごい格闘技好きなのかなっていう、なんかちょっと熱気を感じました、久しぶりに。そうですね、はい、あの沖縄のお客様の独特なの口笛って出てたじゃないですか。ああ、ありますね、はい、あれはすごくなんか新しいなと思いましたね。すごくこう人間ドラマが凝縮されていて、本当にそれこそレナ選手、ミユ選手のリマッチ、津波選手、前野選手のリマッチだったり、やっぱりそこを本当にこう物語を見てるんだけど、そういう試合がたくさんあって、はい、六角大選手とベイナー選手の試合もすごい面白かったですね。良かったですね、はい、個人的には大好きな試合です。そうですね、はい、ライジントリガー、私、はい、あの下半期の大会で一番好きだったのトリガーだったんです。はい、あ、そうなんですね。はい、それちなみにこう、なんでですか、もうただ単に試合内容が良かった、試合内容が良かったです、こうリングだ、ケージだとかっていうわけでも。そうですね、私はどっちかというとでもトリガー見てリングが好きだと思いました。へー、はい、リングが好きなんですけど、
でも試合内容はとにかくすっごく面白かったんです。そうですね、面白かったですね。このカード、印象に残った対戦カード1位が庄司選手、萩原選手、杉村選手、木下選手、杉原選手、ゴールブルース選手、どれも良かったです。そうですね、激しいフィニッシュが多かったですね。確かに、はい、そうですね。シアン選手とウォイフルスイング選手とかもすごいですね。ウォイフルスイング選手のフルスイングすごいなって。本当ですね、はい、私は今までで一番近くで 見えたんで、はい、ウォイフルスイング選手のフルスイングを迫力すごかったですね。いや本当そうですよね。やっぱり空振りでお客さんが盛り上がるっていう、うん、確かに。しかも61キロですよ。これヘビー級の160キロの選手が、ね、あの分回して乗ってやっぱ違うので、それできるのってことすごいな。いやそう、ほんとフルスイングしてましたね。そして次はライス33大晦日の試合ですね。はい、斉藤選手は桜選手、大久保選手、野上選手、朝倉選手、大久保選手、大晦日もやっぱ面白かったです。はい。そしてやっぱ埼玉スーパーアリーナいいですよね。なんかわー来たなーって思いました。 すごい、はい。そしてここ2つ荻窪選手試合入ってますけど、はいはい、やっぱりね、今回一番見せたのは荻窪選手ですよね。そうですね。やっぱりグランプリを勝ち抜いた選手ってやっぱり特別な、うん、こう印象を持つというか、やっぱりとんでもないことをやってるんで、うん、はい、素晴らしいなと思います。三浦選手、ユース選手の試合も結構その三浦選手の最後の決め方、はい、サッカーボールキックで終えるの、なんかこうお父さんのあれじゃないですけど、なんかちょっとドラマチックだなと思いました。そうですよ ね、はい、すごいですよね。本当にプロデビュー1戦目でサッカーボールキックで終わるんだっていう持ってますよね。そうですね、持ってます。やっぱ出すっていうところもすごいなと思いますし、ユージ選手も良かったですね。ユージ選手ありきの確かにそうですね、あの内容だったと思うので、うん、両選手とも素晴らしいプロデビューだったのかなと思います。はい、アンケートに回答いただいた皆さんが選んだ印象に残った試合を見ていきましたが、ここで今回も私の中で印象に残ったベストバウトを発表させていただこうと思います。来ました、これ、待ってました。性格よく出ると思いますよ。そうですよね、はい、ちょっと私偏りがちなんで性格がちょっとあれなんですけど、はい、まずじゃあ第5位からいきますね。はい、第5位は堀江選手 VS 中田選手の試合です。うん、堀江選手もやっぱここまでの試合面白かったのもあって注目してたのもあるんですけど、やっぱこう結構直前に対戦決まったと思うの で、ね、誰が出てくるんだろうって思ってたんですけど、中田選手出てきて、なんか最初のフェイスオフの時に2人ともすごいいい顔してて、これなんかめっちゃ面白い試合になりそうだなって思ってたんですけど、やっぱり本当に試合見てみると本当に面白いので、中田選手ちょっとなんていうんですか、あの血だらけで笑ってる最高の感じも、はい、なんかあのケージにぴったり合ってて、そうですね、すごい私は試合この内容も好きだったんでよろしくお願いします。小泉さんってあれですよね、ゾンビ系の選手好きかもしれないです。好きです、はい、そう好きですよね。基本的にはガッツある人が好きなのと、はいはい、あとはこう しっかり前に出るのが好きなんで、はい、中田選手は結構好きですね。うん、ここは最初からですよ、主導権争いが面白いです。そう、中田選手が今入ったとこで堀江選手早速右合わせてるじゃないですか。あ、はいはい、右合わせておまけで飛びざまで入れてるんで、確かに、いやいやそんな簡単に入れないよと、そういうメッセージかと。へー、あと堀江選手この試合見てると結構打ち分けるんですよね、全部こう、はい、ローも打ってミドルも打って左ボリーも打ってっつって、うんうん、普通だったらそこで考えちゃうんですよ、はい、あれやべえなってこう、うんうん、全部やばいじゃんってなるんですけど、中田選手どん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 それの前に出てくるんで、確かに、で堀江選手もちょっとこれ効いてないんじゃないかと、うんうん、自分でこう下がり始めちゃうんですけど、ここら辺のこうお互いの精神的なところを考えながら見てると面白いです。すごく面白いです。でも本当にいいパンチとかいっぱい中田選手に当たってるのに全然引かないんで動揺しますよね。本当そうですよね。だからこれ試合見ると一つ一つの工作とかこう技術で堀江選手の方が一個上回ってるんですよね、うん、はい、それでも堀江選手がこう切るにいけないというか試合をこう終わらせにいけないっていう、そこの不気味さをこう中田選手がこう兼ね備えてるのかなって。堀江選手だって打撃が強い選手ですもんね。そうですね、はい、それでも全然倒れないというか、
血だらけでニコニコしてやってくるんですよ。ちょっとサイコパスでしたよ。くるみさん好きですか？はい、好きです、そういうの。好きです。でもやっぱこういうガッツある選手が好きですね、本当に。そうですね。ここら辺から堀江選手、まあ、これもう結果論なんですけども、この時点でちょっと右手が痛いということですよ ね、 ですよね。でやっぱりそうなった時に戦略をこうやって変えて違うところで勝負できるっていうのは本当に総合格闘家としての強みなのかなって。本当そうだと思いますね、はい、こうプラン A、プラン A があってそれができなくなってもプラン B と C があると。確かに。それをしっかり遂行できるっていうのは、あのシングルも荻窪選手が桜選手とやったのと同じアプローチですね。そう思いました、はい、これ最後返す中田選手もそう。大沢さんの声が乗らなくていいから。いやもうバテバテですね。いやでも本当出し切った感じですよね。そうですね。いや死闘ですね、まさに、うん、はい。堀江選手としたらここで仕留めたかったんでしょうけど。そうですね、やっぱりタフですね、中田選手は。まだ6戦目ですよ、これプロ。いやそうですよ、はい、しかもライジンデビュー戦で堀江選手相手にここまで戦えるのは印象いいですよね。そうですね、はい、本当に MMA を見たっていう感じの。確かに打撃もありスクランブルもあり、うん、テイクダウンと寝技、パウンド、いろんなものがあって、はい、見応えのある試合だと思いました。そうですよね、はい、そして次、第4位に行きます。第4位がホベルト・サトシ・ソウダ選手 VS 八千選手の、年末の試合ですね、はいはい、今回このリベンジ八千選手どれぐらいこう戦えるんだろうかって思ったんですけど、前回はマウントを取られて動けなくなっちゃった感じだったじゃないですか、はい、今回はすごいこう抵抗してるというか、うん、こうちゃんとこう対策を練ったなっていうのもあったんですけど。そうですね、やっぱりそれを上回るサトシ・ソウダ選手、一回こう掴まれちゃうともう離してもらえないなっていうのをすごいこう感じましたね。二、ね、人とも同時に行きましたよね、うん、ねえ、何だったんですかね、あれ、打撃から足取りに行ってっていう距離詰めながらの、うん、まあ、想定してたところだと思いますね。そうですね、はい、八千選手やっぱりコーナーをうまく使って立つっていう、うん、で 焦らないっていうのが、そうですね、はい、すごく見えましたね。こうサトシ選手の動き見ててもこう脇が締めてこう無駄がないっていうか、本当に空間を作らないようにしてるっていう、ね、足刺した時のこう隙間もないですし、大事ですもんね、それはすごく、はい、それだけ動く隙がないっていう、うんうん、会場結構ね、こう八千選手がそこの対策をしっかり出した時に結構ブワーってなってきてるんだよね。そうですね、はい、サトシから逃げたら歓声上がるっていうのは、ね、素晴らしいと思います、ね、空気投げだ。この八千選手の右手ですね、取られて、あそれほら、いった。そうです、そうです、抑えの時と一緒、見応えありますね、これも。うん、そうですね、はい、選手頑張ってますよ。あ、ここかな、ここですよね、多分最後この一連の流れはすごいなと思いました。そうなんですよ、これじゃあ腕行くぞ行くぞで防御させておいて、どっかのタイミングで足抜いて頭に乗っけるんですよね。転がしてからすぐやるのかな。ああ、これか。でもうこれで、はい、いやーすごいな。よく分かんなくないですか、もうひっくり返した時点で、そうですね、もう足組んでるんですよ。なんか360度見れないとちょっと分かんない、はいすごいな。いやいやいや、ここですよね。そうそうそう、これさ、このお、うわ、ここでいや、これはもうすごいな。回した時点で足をもう、ね、そうですね、
多分ソーズ選手はもうそれがこうイメージできて動いてるんですよね、おそらくこの時点でも。うん、そうですね、この時点でもうここでロックしてますね。すごい。いややっぱりその前回のムセフ選手とかの試合もそうですけど、はい、なんかその会場で見ても面白かったんですけど、映像でも何回も見たくなっちゃうんですよね。いや本当そうですね、何が起きたんだみたいなことが起きるんで、はい、まさに異次元っていう。いやすごいですよね。そして第3位は朝倉海選手 VS 荒廣山梨選手の試合です。盆栽柔術ですけど、その寝技よりもストライカーよりというか、その打撃戦で戦うんだなっていう。そうですね、あの広山にゃ選手、あの SB とかシュートボクシングも出てる選手で、うん、やっぱ打撃、うん、体型的にこうサトシ選手とかクレベル選手と、まあ、ちょっと違うだろうなっていうのはありましたね。朝倉海選手はずっと優勝候補って言われてたんで、ここでねどういう戦い方するのかなって思ったんですけど、うん、やっぱ試合内容も面白かったです。ちょっといや本当にあの朝倉海選手の攻略法をちょっと、確かに今まで盤石だったものを、うん、あちょっとこうすれば倒せるんじゃないかっていうのを思わせてくれた試合だと思います。結構海選手あれですもんね、こう試合終わり、まあ、勝ったけど満足してなさそうな感じの雰囲気でしたね。そうですね、だから朝倉選手もやっぱりこう絶対にこうフィニッシュしに行くんだっていう強い気持ちがある選手なので、うん、そういう部分で多分納得いかなかったんでしょうけども、それだけ山宮選手がこうタフだった、うん、強かったっていうことなんだと思いますね。はい、朝倉選手こう相手を下げるのがめちゃくちゃうまいですよね。もう試合始まってすぐコーナーに背負っちゃってますん で詰まったらすぐ打撃当てに行くっていう、うん、これ選手としてはコーナー背負っちゃうのは嫌なんですか？あの逃げ場がないんで下がれない、突っかえちゃうんですごく嫌ですね。あとは結構ボクシングスタイルな感じに、そうですね、なってますよね。やっぱりパンチのスピードとか質ってやっぱり一個抜けてる感じはしますね、はい、お腹効かしてすぐ上に行く、うん、そこの内訳っていうのがすごく上手な選手だなと思います、それでもこうひるまずに返していく、でカウンターでしっかり当ててるんだ、あの山庭選手も、うん、確かに。そう、山庭選手ここら辺でちょっと心折れたかなと思ったんですよね。いや思いました、はい、ここでこう仮面になっちゃってるんで、うん、もうで朝倉選手もそう思って多分今ラッシュをかけてるんじゃないかなと思うんですよね。そうですよね、はい、そしたらなんかいいの入っちゃって、いやそうなんですよ、なんですよね、もしかしたらもうこれ今成選手に習った死んだふり作戦でも倒せないですからね。うん、そうですね、この時点では山庭選手今ちょっと自利品な感じはします、うんうん、はい、で聞かされてちょっと、そうやっぱりこう体格的に三角とかが得意なタイプではないとは、うん、そうですね、はい、思いますね。そうなんですよね、なんか広山宮選手気持ち折れたかなっていう瞬間があったけど、最後まで何らかの戦いましたよね。そうですね、はい、いやもうしっかりあの後半なんならもっともうちょっと当てたんじゃないかなって、確かに、はい、
甲斐選手も多分勝負を急いでしまった、うん、そうですね、ちょっと打ち疲れっていうかそんな感じはありましたね。聞かせてる甲斐選手の印象ですよね。もうしっかりこう負けずにこう返してる、うん、で当て左当ててるっていう印象も見られました。もうこれもなんか会場で見てるとやっぱりこうお互い一発危なそうなんで、すごいハラハラしましたね。そうですね、はい、甲斐選手はプレッシャーがすごいですね。うん、はい、ああそうだ、こんなシーンありましたね。やってましたね、これ。なんか掴んだんですかね。ねえ、うん、そうだ、すごかった。それでもこう耐えるってのもねえ、ほんとに、うん、なんでこんな腰強いんですかすごいですよね。甲斐選手もやっぱりこう倒しに行くパンチ打ってますもんね、うん、このたまに出すヒロ選手の一発が多分あれですよね、危ないっていうか。そうですね、うん、当ててますもんね、そこもやっぱり、ね、だから多分ランダ戦になったらまずいっていうのは絶対あると思うし、うん、いやこれ見てて疲れる試合です確かに本当に。これは、ジャッジのあれが見れますね。そうですね、1人山庭選手につけてますね、ジェネラルシップを。これダメージ、アグレッシブネス、ジェネラルシップを一回教えてもらえますか。はい、もちろんです。ダメージはその名の通りダメージですね、はい、本当に勝負を、試合を終わらせるためのダメージ、勝負が終わりそうですよっていうところのダメージを見てる、ビッグインパクトを見てるっていう感じでありますね。はい、そこが 50% の印象で、アグレッシブネスっていうのはそこの試合を終わらせるためのダメージを与えに行く姿勢ですね。なるほど、はい、だからどうしてもやっぱりこう攻めてる選手とカウンターの選手っているんですけども、はい、攻めている選手の方がやっぱり有利っていうか、ジャッジの目で見て判定に行ってそのまま終わってしまったカウンター待ちの選手はやっぱりよっぽど一発効かせてダメージの枠を取りに行かないと難しいのかなっていう部分は思いますね。で、まあ、ジェネラルシップに関してはまあ、ダメージもそんなに突出した選手はいません、アグレッシブでもそんなに突出してない、うん、どっちかにつけられないって言った時、このジェネラルシップで優越をつけなきゃいけないっていう、じゃあ自分の方式なんですけど、まあ、ジェネラルシップっていうのは、まあ、いかにどっちが試合をこう支配をして自分の展開を作ってたかっていう部分を判断するんですけれども、朝倉海選手と山庭選手の試合はまあ難しいところではありますよね。その山庭選手がまあ2ラウンド後半から3ラウンドにかけて試合を作っていったんじゃないかっていう判断、自分のやりたいことをやってる時間の方が長かったんじゃないかっていう判断だと思うんですけどね。でもやっぱりこう試合を終わらせに行く姿勢っていうアグレッシブネスの部分ではみんな、まあ、みんなっていうかジャッジつけてる選手は朝倉選手ですね。そうですね、はい、そっちの方が30点で評価されると。こういうのを見ると分かりやすいですね、うん、そうですね、なんか何をこう基準にジャッジしてるのかってたまにこう割れる時があるじゃないですか、はいはい、こういうのパッて説明しながら見ると
そうです。なるほどって思いますね。本当に極端な話、14分間塩漬けして何もダメージも試合を終わらせに行く意欲も見せない、うんうん、で最後の1分で立たれて、うん、で最後の1分いいのバンともらっちゃったら14分間疲れてつけられてるけれども最後一発当てた方のが多分つくと思います。へー、勝利として。なるほど。その時点だとジェネラルシップの20点しかつけられないわけじゃないですか、うんうんうん。でも最後の1分でダメージ与えちゃえばダメージ50点取れる。そっか。でダメージ一番ポイントが高いってことですね。そうですね。だから最終的にはマライジンの一体ではフィニッシュしてくださいよ、うん、フィニッシュに向けた戦いをしてくださいね、点数取って逃げるのはやめてねっていうような、できるだけそれを避けるためのポイントシステムになっている。だからその点数取って逃げるのやめてねっていうのがあるからラウンドマストでもないってことなんですね。はい。なので1ラウンド目2ラウンド目取ったから3ラウンド目逃げろ逃げろとかって今そういう指示あったりするんですよ、はい、ユニファイブの場合は、うんうんうん、もう1に取ってるから次流して、はい、うん、それの勝ちだから、うんうんうん、そういうのは、まあ、できれば言ってほしくないよねっていう感じではあるんですね。やっぱりファイターは最後まで戦う、最後までこう勝ちに行くっていう姿勢をこう強化して、そこがやっぱりこうお客様に伝わるというか見てる人に伝わって人を感動させる部分だと思うので、うんうん、まあ難しいですね。本当にその競技論と工業論って分かれちゃうんですけど、うん、まあ、そこの部分でもだからこそこうライジンの試合見てこう感動したり、うん、本当にできるんじゃないかなとは思いますね。いい話が聞けました。第2位に行こうと思います。大木選手 VS 井上選手の年末の試合です。はい、最近のやつですね。そうです、最近のやつですね、はい、井上選手戦う前の会見で、その UFC に行くチケットを5年前に井上選手に取られたっておっしゃってて、そこがすごいドラマチックなことが起きてたんだ裏でっていう、それですごい興味持ってた試合だったんですけど、やっぱりこう井上選手が勝つんじゃないかって思ってたんです。そうですね、はい、大半失速しましたね。そうですね、最初良かったですよね、1ラウンド目、はい、そうですね、いや1ラウンドはでも結構圧倒的でしたね。井上選手勝つんじゃないかと思ってたんですけど、やっぱ打撃のキレがすごいですよね、うん、井上選手って。大木久保選手も自分からテイクダウン取りに行って、うん、それ返されちゃったか、この時点 で、ね、返されちゃってかなり悪いポジションになっちゃってるんで、これは一方的になるかなって、うん、この瞬間思ってましたね。多分ダメージあると思いますよ、これ。そうですよね、はい、だから昔の大木久保選手だったら折れてるかもしれないですね、うん、この、はい、ここの対処は見事ですね、本当、うん、体触られる前に後ろ回ってるんですよ。ああ、引っ掛けて、いやすごいですよ。このもう本当1ラウンド井上選手のラウンドですね。うん、そうですね、はい、やっぱりかーってさすがだなっていう印象だったと。大久保選手自分で言ってましたけど、おでこは硬いって言ってましたもんね。へー、井上選手はやっぱ徹底して固めて肘っていう感じですね、うんうん、なんか大久保選手の動きキレッキレですね、うん、そうですね、爆発力が、瞬発力がすごいですね、この時。井上選手にバック取られてなかなか逃げられないですもん。確かに、はい、それでみんな決まっちゃってますもんね。そうですね、でも疲れますよね、下にいて、うん、これ疲れますよ、逃げようとして逃げられないと、うん、でセコンドは止まるな動けって言う、ね、疲れますよ、いやここで逃げたかなと思ったら追撃があったんですよね、はい、立ちたくてもここでガブラって引きずり込まれるんで、うんうん、ここら辺から多分もう確かにバテてるなっていうのはすごくかなりもうペース乱されてますもんね、大久保選手も感じたと思いますね、うん、これで
はい、急いで上乗りすぎてますね、ここはちょっと。潮目が変わったの本当にここら辺からですよね。そこのリバースしてからですね。殴っとけ、殴っとけ。なかなかやっぱり大久保選手も試合前に焦った顔させたいって言ってましたよね。困らせてやりたいって。なるほど。もうそれはもうここら辺から徐々に、うん、出てますよね。そうですね。やっぱりライジン来てから井上選手ってやっぱり盤石の強さ見せてるんで、確かに。それからこういう泥沼に引き込まれるのは見たことないっていうか、想像つかなかったですね。そうですね、はい、いつもスマートに勝ってきた感じが。そうですね、はい、大久保選手はここにかける意気込み全然多分違いますよね。そうですね。こっからでも大久保選手のやっぱりこう真骨頂というか、うん、こうしつこいしつこい、もうしつこいしつこい本当にあれなんですよ、一息つきたいなって、うん、もう一息つかせてくれと思ってるところに来る。そうですね、はい、井上選手は今しのぐのに必死なんで、で、一息つきて離れて、なんか打撃の攻防の中でああいう風にこうテイクダウンとかこうテイクダウンディフェンスをやらなきゃいけないっていう展開になった時って、こう疲れてるとこう全部エネルギー吸われるような感じに僕はなるんですけど、もうやめてくれって勘弁してくれっていう。やっぱここまで疲れるとちょっとなんか雑になっちゃうというか。そうです ね、やりたくても体が動かないっていう。めっちゃ疲れてますもんね。いや、めっちゃ疲れてますね。これダメだったら次これって狙われ続けると考える方もね、疲れますもん ね、はい、井上選手はもうここはもう必死に対応してる、うんうん、その先がないんですけど、大久保選手はその対応の先にまだ動きがあるんで。そうですよね、はい、もう今完全に大久保選手のペースですよね。まだ来る。いや、すごいですよ、この運動量は本当すごいと思います、ねー、はい、しかもトーナメント1試合ですからね、はい、この後もう1試合控えてますからね。本当そうですよね。すごい運動量です、ほんと。大久保選手の表情もね、でもこの状態になっても決めさせない、ちゃんとハンドファイティングできてる、うん、井上選手もやっぱさすがですよね。確かに。大久保選手もチョーク得意ですからね。うん。疲れました、これも見てて。疲れました、私も。はい。疲れる試合ですね。井上選手にこうの気持ちで見てるとむちゃくちゃ疲れますね。確かに。はい。ジャッジ大矢部。赤、大久保。いやー、これはびっくりしたな。自分の得意なことをひたすらやり続けたら、やっぱり日本人の選手であそこに対処できる選手はいないんじゃないかなっていうのはまあ思ってました。そうですね、はい、すごいドラマチックなトーナメントでしたね。本当そうですね。最後プロポーズまでして、はい全部持ってきましたよね。いや、そうですね。やっぱりどの選手が優勝しても、うん、その選手のストーリーが最大限にこう出てくるようなトーナメントだと思うんですけども、うんうん、大久保選手が優勝して、もうこれはこれ一つの作品としてすごく
いいものができたという感じですね。そうですよね。そして第1位に行こうと思ったら、はい、第1位は須永選手 VS 前田選手の試合です。いやー、来ました。これですか。はい、1位です。これが私の下半期。いや、もうあれですよ、くるみさんの性格がもう、はい、好みが全部わかりますよ、これ見て。わかります。はい、いや、どうですか。いやいや、すごく好きな試合ですね。はい、普通に勝負を見ても前田選手がもういろんなことをコロコロとにかくやってて、なんか見たことないようなことがいっぱい起きて。いや、そうなんですよ。この前田選手も須永選手もやっぱりこういい意味でこう今の選手じゃないというか、今の MMA 選手ってもうみんな何でもできるんですよ。うん、で、本当に昔からやってる選手たちなので、はい、もちろん全部できるんですよ。うん、できるんだけれども、それにこうオリジナリティというか、あ、そうですね、自分の部分を持ち合わせて、はい、自分の色を最大限に出してる選手。うん、確かに。の、まあ、世代というか、本当そんな感じですね。そこの魅力が全部詰まってて、それを最大限に出した前田選手が、はい、出して須永選手がそこに応えてるっていう、うん、そこの粋な攻防がずっと続いてるっていう。そうなんですよ。はい、この前田選手のこのテイクダウンに行く前のバリエーションがすごいんですよ。倒してからすぐ足かけてっていう、本当に流れるような攻防っていうか攻め、早いですよね、展開がもう、はい、でもこの展開に行かざるを得ないのは須永選手がそれに一個一個対応してるからなんですよね。自分のやりたいことをやろうと思えばそこで決めれるんで、うん、確かに、はい、前田選手の攻めに対して須永選手が一個一個応えてる、うんうん、それがずっと続きます。どんどんずっとですよね。前田選手の試合って割とそういうの多いんですか。多いです。前田選手の試合は本当に動き多くて面白いですよ、本当に。本当にベテランの味を最大限に出してる試合だなと思いました。この試合は本当にですよね、最近格闘技見始めた人も昔から見てる人も楽しめる試合。うん、うん、まあ、できることなら、まあ、歴史を知ってるともっと楽しめるというか。確かにそうですね。京都旅行みたいな。はい、いろいろの歴史知ってたら確かに面白いですね。どこ見てもあーって思いますもんね。あ、これはあの時のここに繋がってたんだっていう。確かに。それがもうこの試合はもう全部当てはまるのかなと思いますね。調べれば、この選手たちのことを調べれば調べるほど、うん、この再戦っていうものがどういう意味を持ってたのかっていうのは、うん、より深く楽しめるんじゃないかなとは。これもなんかすごいドラマチックな感じでしたもんね。そうですね。だからこそやっぱこう気持ちのこもった試合、須永選手の気持ちがこもった試合、うん、そうですね。須永選手って本当はもう少しこうあんまりこうリスクを負わないでこう、うん、しっかり勝つ選手っていうイメージなんですけども、はいはい、この試合は全然そういうのはなくて、本当にこうやりきるというか、うん、そういう気持ちがすごく伝わりましたね。でもやっぱそういう試合の方が心動きますよね。そうですね、うん、好きなやつです。そうですね。本当にいろんなこう技っていうか、うん、そういうのがこういろんなところで出てるっすね。こういうね、なんか細かいことですよね。今の倒し方も初めて見ましたよ、私、ライディンで。膝かっくん、はい、膝かっくんで倒してるの。から今回はまあキャッチだったと思うんですけど、うん、まあでもやっぱその軽い階級だからこそスピード感とかってやっぱありますよね。そうですね、はい、だからスクランブルとかやっぱそこの展開がすごく面白かったんですよね、うん、この試合すごい見どころがありましたね。なん
かなか大きい階級だったらスクランブルもだし、スクランブルであんなかシャカシャカしないですもん。そうですね、もっとゆっくりなんか、はい、何の動いてすぐ疲れちゃいますね。ねえ、そうですよね。そう、こんなとこから飛び膝とかやっぱすごい、うん、次へ次への動きが本当に、うん、確かに面白いですね。いや面白いですよね、はい、なんか本当前田選手こう柔軟ですよね。技をこう出さなきゃいけないとかっていう概念あんまりないというか。そうですね、そういう選手だからこそ砂部選手はこうずっとリマッチっていうか、うん、ずっといつかは再戦したいと思ってたんでしょうね、うん、これあれですよね、折れちゃったんですよね。あ、ここでそうですね、そうですね、しょうがないですね。まあでもね、ここで絶対やめれないですもんね。そうですね、いや本当そうですね、うん、ですね、こういうアクシデントも含めてやっぱり本当にドラマティックな試合でしたね、うん、そうですね。なんかこんな感じで戦ってるのにこうバッティングあったら大丈夫だよみたいな、この人に何がいいのか悪いのかよく分かんないですよね。いや、お互い多分心底リスペクトし合ってるんだと思うんで、だからこそこう最後の30秒の攻防ができたっていうふうに思いますね、うん、確かに、はい、ね、これね、そこから膝十字いくっていう、確かに素晴らしい入りですよね。素晴らしいというか、なかなか面白いですよね。なんか想像を裏切られるのでそうですね、あ、これもすごかった。そうですね、これもアクションって言われたから、アクションって言われてからこういう動きするのって見たことないですよね。うん、そうですよね、選手だったらびっくりしますよね。いや本当そうですよ、誰でびっくりすると思いますよ。あんな人だったら。グラウンドの顔面蹴りありルールならではですけど。そうですね、はい、でもグラウンドの蹴りありルールでこの蹴り方はめないですよね。ナイスブレイクですね、うん、確かに。こっからすごかったですもんね、うん、おい、攻めて攻めて。普段しないですからね、砂部選手絶対。いやこれすごかったな。いやすごいな。また2回目、3回目なら鳥肌立っちゃった。そうですね、いや、もう立ってますね。こういうこう、ストーリー見せられる選手たちの試合っていいですよね、うん、そうですね、なんかめちゃくちゃ感情移入して見ちゃいますもんね、うん、なんでこの選択をしたのかって、うん、確かに、はい、そう考えるとやっぱいろいろとこう調べたくなっちゃって、うん、どんどんこう、ね、ハマっていくっていう。確かに、はい、そうするとまたもっと面白いですもんね。そうですね、まあそれは本当に人それぞれの楽しみ方はあるんで。確かにあれですけど、ライジンは割と感情移入しやすいですよね。そうですね、煽り食いとかでも見て、はい、さっと入ってきやすいというか。そうですね、やっぱり榊原社長のこう言ってるのはこう、なんで人は戦うのかっていう部分をこう前に出してあげたい、うん、そこを伝えていきたいっていう、うんうんうん、まあ、作り手としてのそういうと
ところから入っているので、もちろんそのただ単に強いやつが強いやつとやるっていうのは全然いいことだし、はい、競技としてじゃあ本当に誰が一番強いんだっていうのを突き詰めていくのも当然大事なことだと思うんですけど、やはりこういう、ね、人ってやっぱりこうめっちゃ戦ってるわけじゃないですか、だからそういう部分でこうそれを体現化して、でそこに自分たちもこう感じにして乗るっていう、そういう楽しみ方ができるのが日本の格闘技の素晴らしいところなんじゃないかなと思いますね、本当に素晴らしい試合です、あれが私のベストアバウトです、素敵です、なんかここが私のアドバスカみたいな、いもう大事ライジン占いでやりましょうやりますか、もうベスト5選んであなたこういう人ですねまあいろいろタイプありますもんね、だってそうですね、多分全然人によって変わると思います、でも私偏ってますよね完全に、もうおかしいです、もう分かりやすいです、はい振り返ると2021年下半期印象に残る試合多かったですね、多かったですね、はい、本当大会数もね多かったんで、はい、その分見応えもたくさんあったと思うんですけど、はい、2022年どうなると思いますか、外国人いたいですね、そうですよね、柏木さんすごい大変そうですけど入れてほしいですね、入れたいですねまあ入れたらもう自分の中でも勝手な野望があるんですけど、はい、入れたらまたバンタム級をしていきたいなと、そうなんですね僕は思うんですけど、へえ。去年ってバンタム級日本人の選手がみんなこう互いに敵対したじゃないですか、うん、確かに今度こうお互いにこうしのぎを削って対戦し合ったら、戦友たちが今度同じチームになって世界と戦うっていう構図って面白くないですか、それいいですね、確かに昨日の敵は今日の友、あいいじゃないですか、確かに私それこそ、天心選手の卒業式あったじゃないですか、はいはい、あの時にもうちょっと前まで戦ってた人たちがやっぱあそこでみんなで胴上げしたりとかしてるのを見て、まあでも戦うけどチームだなっていうのはすごく感じたんですよ、うん、なんでなんかそういうとこを見れたらまたグッときそうですね、そうですね、柏木さん本日ありがとうございました、ありがとうございました、ぜひ皆さんコメント欄で2021年下半期のベストパートを教えてくれたら嬉しいです、それでは2022年のライジンもお楽しみに、ありがとうございました。